このままじゃこんなところじゃ終われない。はい、皆さんこんにちは。司会進行役のレイコです。引き続きミスターと一緒にバトルトーナメントの様子をお届けしていきます。よろしく。さて、1回戦も滞りなく終了したね。注目チームは順当に勝ち上がったようだが。もちろん、あの奇跡のチームも2回戦に進出しています。前回大会の勢いそのままに突き進んでいるようだね。このままこの大会も台風の目となるのか、あるいは彼らを止めるチームが現れるのか、注目だね。2回戦で奇跡のチームと対戦するのは綾戸商店街ガンプラチーム。綾戸商店街、かつてのシミュレーター時代のガンプラバトルで世界大会優勝を飾ったこともある古豪だね。最近はあまり名前を聞かなくなってはいるが、今はメンバーも入れ替わっているだろうし、どんな戦いを見せてくれるか注目だね。なるほど、これは一筋縄ではいかないバトルになりそうですね。熱い戦いに期待しよう。このカード以外にも注目のバトルが目白押しです。どのチームも頑張ってくださいね。あやと商店街ガンプラチーム、知っているのか？知っているも何も、私と門松がいたチームだよ。ミサさんのフルスト当たるなんて、そんな偶然も起こるのですね。バトルトーナメントに出てたなんて、門松知ってた？ああ、俺は。もしもし、聞こえてるか？対戦前の挨拶に来たぞ。久しぶりだな、ミサ。お、どちらさんです？そいつは望月、俺と同じエンジニアで、まあ元同僚みたいなもんだ。へえ、エンジニアなんだ。まだ子供なのにすごいじゃない。子供じゃない、もう四十過ぎだよ。って年を言わせんな。お前が勝手に言ったんだろうが。四十過ぎってそれほんまなんです？うん、前に30代って言ってたから今はそのくらいになると思う。元はサナリメカニクスってところにいたんだけど、門松がいなくなった後すぐに綾戸商店街のチームに来てくれたんだよ。今更な話だが、実は俺の方から頼んだんだ。急なことだったとはいえ、チームに穴を作って迷惑をかけるわけにはいかないと思ってな。そうそう、こいつが GB4 の運営に参加するからってフォローを押し付けられて。で、これ言っちゃまずかったか？門松の身の上って割と秘密だよな。いや、ここの連中は知ってるから問題ねえよ。むしろ望月さんがそれを知っている方が気になりますが。確かに、私も最近まで知らなかったのに、なんか怪しい。ここにいらっしゃいましたか、ミサ先輩。お久しぶりです。リッキーじゃん、久しぶり。今日は懐かしい顔にたくさん会うな。この人もお姉ちゃんの知り合い？彼はリツキ。私が綾戸商店街チームにいた頃一緒に戦ってたんだ。リツキと言います。よろしくお願いします。しっかりしていていい子でしょ。彼が綾戸商店街チームのエースで。その情報は古いですね。この子も
チームのメンバー？サーヤと言います。今は私が綾戸商店街チームのエースですよ。こりゃまた随分キュートなお嬢さんだ。その格好まるでアイドルみたいだぜ。服のことは言わないでください。学校の制服でスキャンしたらこうなってしまっただけです。スキャンってことはリアルの姿そのままってことか。サーヤちゃんって言ったな。バトルの後少し二人で話さないかい。君のことをもっと知りたいんだ。なんですかこの人、いきなり。すみません、彼はどうも女性と見ると見境がなくて。ほんますいません。マシマ、ナンパまがいのことはやったらあかんって何度も言うてるやろ。それより綾戸商店街チームのエースってどういうこと？あなたがミサさんですよね。私はあなたが綾戸商店街チームを去った後にチームに加入したんです。サーヤはあちこちの大会で活躍していたんです。それでイラトバーさんの店でプレイしていたところを商店街の皆さんがスカウトしたんですよ。腕試しにリツキとテストバトルして私の圧勝、文句なしでチームのエースの座をいただいたというわけです。ミサさんの時代は過去の栄光、今は私がこのチームを引っ張ります。言うねえ。でもそんな安い挑発には乗らないよ。お、言い返さないのか。昔ならよし絶対倒すとか言ってそうなもんだが。私ももう大人の女性だからね。ちょっとやそっとじゃ怒らないよ。大体私が戦うわけじゃないしさ、正式なクランメンバーじゃないから出場権がないんだよね。ミサさんってうちのクランのメンバーやなかった？その間違いミスターの時にもしたよね。まあずっと一緒にいたし、とっくにクランに入っているような気もしていたけどな。ルール上は今からでもクランに入れば飛び入りで参加できるはずだぞ。あ、そうなんだ。でも今回はリリンのための大会だし、元からいるメンバーに花を持たせてあげたいよね。私が出るのもな。そうですか。かつてのエースと対戦したかったんですが諦めることにします。そんなに私が怖いのなら仕方ないですね。よし絶対倒す。前言撤回が早すぎないか。というわけでみんな、たった今から正式にクラン入れするからよろしく。でこの試合に出るからね。もちろん入っていただくのは大歓迎です。お姉ちゃんがこうなったらてこでも動かないんだよね。今回はお姉ちゃんに任せよっと。リンもああいうところがミサさんに似たんかな。タオ、なんか言った？なんでもないで。出るからにはそれなりのものを見せてください。私たちを失望させないでくださいね。それでは対戦よろしくお願いします。言っておくがうちのエースは強いぞ。覚悟しとけよ。今回は俺も参加していいか。ミサのフォローは俺に任せな。そんなこと言って絶対サーヤちゃん狙いでしょう。ごめいとう。あんなことを近づきになりたくないと思う男がいるだろうか。いやいない。本当にもうダメだよナンパは。あんたそのうちバンされるよ。あなたに
真島さんのお目付け役をお願いできますか。不届きな言動があれば制止してください。そう心配するなって。そのあたりはちゃんとわきまえてるからさ。よし行こう。つつましくな。つつましさなんてみじんもあらへんのやけど。ほんま頼むで。真島が暴走しそうになったら全力で止めてな。何にしても負けるわけにはいかない。絶対に勝つよ。来たね、あやと商店街ガンプラチーム。かつて頂点に立ったチームを率いていた力見せてもらいます。さあやちゃん積極的じゃねえか。だったら俺のお相手もぜひ。僕だって元エースなんです。目を離すと痛い目を見ますよ。男は眼中にないんだが、邪魔をするなら容赦はしねえぜ。みんなまとめて相手をしてあげる。いくよ。ミサ先輩、僕も胸を借りるつもりでいきますよ。それはいいんだけど、まさか私のこといじってないよね。安心してくれミサ、俺はたとえリアルのミサがどんなでも気にしないぜ。なんかよくわからんけど、真島後でぶっ飛ばす。すみませんミサ先輩、何か僕まずいことを言いました。なんでもないよ。緊張感に欠けるわね。これが本当にかつてのエースなの。見たか、まだまだ若い子には負けないよ。いえ、まだ勝負はこれからですよ。おっと、負け惜しみはみっともないよ。負け惜しみなんかじゃありません。ここからが私の本気です。サーヤ、やる気だね。いけサーヤ、お前の真の力を見せてやれ。言われなくても。はあ、あれって覚醒。サーヤちゃんも覚醒の使い手だったのか。おいおい、マジかよ。望月、隠してやがったな。見たか、これぞ今回の秘密兵器だ。さあここからが本当の勝負です。いきますよ。惜しかったねサーヤ。悔しい、覚醒まで使ったのに負けるなんて。だけどサーヤちゃんの活躍も見事だったぜ。覚醒してくるなんて正直びっくりしたけど、今回は私たちの経験が勝ったってとこだね。やったー、2回戦も突破。さすがはお姉ちゃん。私の実力ならざっとこんなもんよ。とはいえヒヤッとしたけどね。まさかあの子が覚醒を使ってくるなんて。覚醒を使えるのなんて彼と私の知り合いに一人いるぐらいだと思ってた。なんだと。嘘だろ、 PG のパワーと張れるなんて。いいぞ。はあ、うわっ。ミサ、私たちは離れていよう。でも主殿の邪魔になる。私たちは日本一のチームなのに。世界は広いな。あとマイスタージンもやな。ああそっか、そういやそうだね。ともかくそんな珍しい人に会えるとは思ってなかったから。
最近はいろいろ研究が進んで覚醒が使えるビルダーも増えてきているらしい。それでも数は少ないし、しかもあの子は研究の結果ってわけでもない、天然物のようだな。そいつや昔のあいつと同じくらいレアな人材だよ。お、噂をすれば。ありがとうございました。やっぱりミサ先輩は強かったですね。お疲れ、リッキー。あんたも腕が上がってたよ。それにサーヤちゃんすごかったね。まさか覚醒を使ってくるなんて。あの、さっきはすみませんでした。え、何のこと？対戦前です。いろいろ失礼なことを言ってしまって、思ったことがすぐ口に出てしまうものでよくトラブルになるんです。なんだ、そんなことか。全然気にしてないよ。私も頭に血が上っちゃったけど、結果的にいいバトルができたし。ミサさんと戦えたこと光栄です。それにいろいろ課題も見つかりました。次は絶対に負けません。それにあんたも同じ覚醒の使い手として負けられない。なーに仲良くなってんだ。私は悔しくてしょうがないぞ。そんなにムキになることないだろう。お前に吠え面かかせてやりたかったんだよ。サーヤっていう秘密兵器も用意して、今度こそお前を土下座させてやるつもりだったのに。望月さんは見てただけじゃないですか。そんなら俺からも何か条件をつけとけばよかったかな。門松も外から見てただけでしょ。なんか昔もこんなやり取りした気がするぞ。そんなこともあったな。お前あの頃から成長してないってことだ。背も伸びてないし。余計なこと言わなくていいんだよ。そっちこそ顔ばっかり老けて中身は全然成長してないだろ。ねえ、門松さんと望月さんってなんか距離感近くない？せやな、望月さん門松さんの事情も知ってたみたいやし。だよね、前々から怪しい感じなんだけど、ひょっとして本当に二人できてたりするわけ？絶対言わない。じゃあ話は終わりだ。お前ら次も頑張れよ。あー、ごまかした。完全にガチの反応でしょう。では僕たちもこれで失礼します。ああ逃げられちゃった。もっと話聞きたかったのにな。あまり問い詰めない方がいいですよ。そういうことはデリケートな話題ですし。お嬢の言う通り、男と女にはいろいろあるのさ。外からやたら口出しするのも野暮ってもんだ。あー、しまった。え、何？なんやかんや話をしていたせいでサーヤちゃんをそのまま返しちまったぜ。話とかフレンド申請とかしたかったのによ。真島さんは存在そのものが野暮ですね。話が盛り上がったおかげであの子を真島から守ることができてよかったわ。